殺されるぞ。殺されるぞ。引かれる。絶対俺の車だからな、悪いけど。さあ、グルメと行きましょう。よかったね。いや、あのサントスさんの主張は白かったね。だいぶ響いたな。ああいうの響いちゃうんだよな。響いちゃう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 。ちゃうあと20。おお、おお、息ぴったりでした。モサスクスマンか。あ、配電盤息ぴったりでした。うん。ちょっとだけ。チェックください。アルミのクルーが乗ってなかったよーん。スーパード変態ヒーロー中野アルマいたな今。ぼっち。トッサン。おい。素晴らしい。テレナフマシャー。おい。もう左に用事ありません。はい。じゃあ見たら釣ります。釣ろ釣ろ。それキッチン脇とかは勘弁してください。うん。すごい量、ハイブリ、アカメタ、藤宮、高田とかもいたな。おまほしも右側、アカメタ、ハイブリ、アカメタ、貨物、ゴキブリみてえにいたな、今な。うわ、ゴミじゃん。なんすかこのボタン。いやアーカイブの広がり方エグかった。やばかったな。あれ絶対覚えられん。10人くらい湧いてる。10人いたと思うよ。いや多分8です。 8? 8? アーカイブにいなかった人誰ですか。アーカイブ分けじゃなかった人。アーカイブ分けない、はい、俺ゲンガミオマ。ほら8だ。おお、すごいね。マジでめっちゃ見た。これゲンさんイビルハッカーで右側に固まってたからボタンを押して散らせとした。ナイス。推理伸びてる。後悔しますよ。殺されるぞ。消されるぞ。引かれる。絶対これ。俺の車だからな、悪いけど。うわ。え？絶対人外じゃん、これ。待って。え？え？マジ人外やん。え？え？え、ちょっと待って、ないえ？これ何？これゲンさん人外じゃないですか？え？なんで？宿舎分けで金庫行ってミーティング登ろうとしてるんですけど。はい。あれ、人外だ。ゲンさん。え？その動きのどこが人外か説明してください。さっきなんでやんないんですか？なんでさっきやんないんですか？じゃあ言います、シェリフです。エアエアさん。エアエアそんな感じはしない。フィルトリーたまに向かって。メイヤさん。怪しいっすよ。シェリフに向かって。やめたらいいじゃんか。怪しい。ボタン押すのが悪いだろうが、あのクソみてえなボタン押しやがってよ。クソみてえなボタン押しといて何シェリフだからって開き直ってんだ、ふざけやがって。メイヤさん、よくないですよ。綺麗だけど綺麗や。ふざけんなよ。そんな地味だと思うやろ、あんな、さっきのとあんなクソ棒しといて、今のターンもまた金庫行ったりミーティング行ったりしてるんだったら、そんなんね、どう考えても、なんか、さっき言ったイビルハッカーで能力持ってて右に固まってるからボタン早く押して散らそうって、思ってるだと思っちゃうじゃないですか、そんなの。僕は悪くないですよ。粛清のキルはしないで。赤目たガミガミ言いたかな。めっちゃ直近じゃない。エンジン左から右側行ってる。あ、まあ、左に何もないらしいから。うん。あ、確かに。貨物系で直し。ガ
アミアカメタの2人は無理そうな気がしますけどね、僕目線で。あれどっかで見ました？ん？ヘレキにだよね。あ、いました。多分停電中に見ました。右に行ってると思うんで、結構直近だと思うんで、切る的に時間的に。どっから右に行ってそうな。エレキから右に行ってる、診察側に行ってるかなっていう動きをしてたから。マウスさんがすか？いや違う、ガミさんとアカメタの2人がね、だから無理そうかなっていう。エンジンからメインに行ったんだよね、書店に。なんか、うわおじ。っていうかまあ、左にないって言ってたから。エンジン配線やってましたよ。停電前は。最初行ってた。最初行ってた。俺、コミュ上がった時にコミュのドア開いてたと思う。コミュの中にあるかとか言ってる。僕がコミュの中でダウンロードしてて、今、キッチンです。高田さんってメインシャワーのドア開けた人間ですか？俺がメイン、アルマとシャワーですれ違ってるはずだよ。あ、そうそう。で、メインかな？高田さんが開けてるんだったら、あ、開けてます？開けてる。ん？多分。いや、わかんないけど、まあ、俺。僕見てます。開けてます。あ、じゃあ、開けてるらしいです。すいません、正確にはエンジン配線からエンジンのカチタスクをやりに行くのが最終シーンなんで、右に行ったかは分かんないわ。でも俺がその後、左から、うん、まあ武器庫下開けてるから、基本はまあ上か右だと思うけど。ケンさん、まあ、キルクルってどんぐらいですか、開けて。あ、そうです。大体33から5ぐらいですよね。だとしたら厳しいと思う。あったとしても配線かダウンロードの、そのアップロードで展望デッキ行くぐらいじゃない？俺が武器庫ダウンロードしてる時に下へ降りていっての見てないと思うから。まあ富士宮支店で武器庫下閉まってたんで、目視点でおまじさんはキッチンには行ってない。ああ、なるほど。メイン側に来てた場合は、除染の部屋だけは下いないの確認してる最後。アルマってそのメイン抜けた後何した？いやメイン抜けてないです。僕シャワーのタオルタスクやってでメインに行ってます。ああ、そのルートか。でメインの除染だけチラッて見て下出てで終わり。私が石テープ始めるとき石油通っていったの誰ですか？ガミさん。ああ、僕だと思います。石油アップロードしてて出たときサントさんがいました。ガミさんと高松さん最後どこにいるか教えてもらっていいですか？僕はバイタルのゴミですね。僕はアスタリスクと Q の間ぐらいだと思います。多分そのぐらいの気がするからね。高田さんってどこ行ったんですか？これ覚えゲーやってメインに戻ってる。あ、メイン戻ってんすか？うん。現在ガミさんに関しては、ボタンを押した日の印象めっちゃいいっす。あの時33秒ぐらいありました。ガミさん多分このターンキルはできないですよ。うん。うん。多分無理だと思う。右側に行ってないから、さすがに届かないと思うんだよね。その左側から入ってきてるとしても。でも俺がそもそも見るかな。カメラ見てるやついいんだな、この時間にな。人外か。おお、おお、やったー。アルマ隠し色ですね。メイヤさんから隠し色です。うん。アルマしても俺は無理。優しいおじさん。あ、メイヤさんも無理。ハイブリさんめっちゃ疑ってたけど隠し色でした。あら、は？トータスびっくりするぐらい浮いてます。貨物脇一人、貨物でタスクやって、バイタルエレキの、勝ちタスクやって、終わりぐらいですね。一応藤宮は最初ミーティング登ってミーティングの左下に、机の左下にいますが、サントスさんがハイブリッドさんに白を出すんなら初手キルが僕かトータスさんになるんですかね。うん、開幕さ、このターンカメラ見てたんだろうですか？あ、出ないならいいです。申し訳ないがハイブリからサントスさんには白出せないです。あ、そうね、最後ダウンロードしてるからね。あ、オッケー、うん、大丈夫です。それでいいです。停電勝ち上がった方います？メタタカネメイン脇だったはず。あ、停電私どこで勝ち合ったか言えますか？あ、ハイブリが最後だけ言いたいです。勝ち合ったところは分かんないです、はい、ん？なんで？ん？勝ち合ったところまで見えてないですけど、ハイブリ最後の最後だけサントスさんが展望で直しているところの最後の上がるところだけ見てます。あ、じゃあ斉藤さんはどこで勝ち合ったんですか？もう全く覚えてない。一番左が最後。まあ、スマットハイブリのポスターがめんどくさいかなぐらい。そうね。私はなんか、トータさんって初手どこだったんだっけ？初手っていうのはおまじ死んだターンかな。おまじ死んだターンは武器庫ダウンロードしてそのままもうさっきボタンを押そうと思って上がっていってるかな、エンジンから上。
だからできる位置ではあると思う、これ。うん。おださん、つらざるを得んな、この前と。おださんがその経路ならまあ。アルマさんは今回白で、あ、アルマさんは白で。皆さん、皆さんが目あるまで白でなのか。うん、じゃあ、トータさん。浮いちゃってるから何とも言えない。でもサントスさんのインポスターはあるっちゃあるんだよな。なんかその勝ち合ったの。いや、いやハイブリ三振でギリあるね。最後私見えてないから多分。なんかサントスハイブリで俺をインポスターに見せたりマットになろうとしてるインポスターっぽい感じもありそう。まあ僕は今トータさん、トータスさん派です。明確な対抗というのは締めやく。まあ僕も浮いてるんで。うん、うん、乗った方誰ですかこのターン。あ、藤宮が右から左に乗ってます。了解です。じゃあ、まあ、ローラーでお願いします。浮いてもうたからもうしゃあないわ。藤宮は停電直すととかのうろうろしてたぐらいから。僕らミーティングしか行ってないのに机の左下まで行ってるっていうのがめっちゃ来るっぽいなって思ったな。タスクルートも考慮して、これだけやりたい。ミサボ停電なった、ナイスナイスナイス、はい、あんまり藤宮さんは私が疑ってないんですよ。っていうのは、消防機右で私、停電待機してて、エンジンパタパタの音が聞こえたんで、はい、ああ、そうだから藤宮さんは私殺した人物なんですよ、さっき。別に僕もそんな疑ってない。なんか、メイヤさんがボタンを押してて、僕らが白しか行ってないのに、テーブルの左下はちょっとな。じゃあ、サントスさんぐらいまで落とした方がいいんじゃないですか。すごいな。あれは落としたいんで、サントスさん。フリートのところかなと思ってます、疑うなら。あ、私はいいんだけども、アルマ目当てお互いに白だっけ、うん、絶対無理っす。あ、オッケーっす。じゃあ、私釣って、道連れが発生しないの確認したら、その後ガミさん釣りかな。私視点ハイブリ三角白で、ガミさんってどこいるんでしたっけ。初手はバイタル、2キル目は最終シャワーの外線手前ぐらい。初手は無理よ、ガミさんは。あ、うん。俺視点で、エレキから右に行ってる動きをしてるから、初手は、ハイブリ、フジミヤ、トータスの3択ぐらいしかないはずよ。うん、初手だったら。で、てっきりハイブリさんが、てっきりハイブリさんが来てると思って、ほぼつけ回しなんだけど、隠しろになっちゃったから、まあ、トスブリの2浪割れると思うんで、2浪とか2次が割れると思うんで、私釣り飲むので。ちなみにトータスさんで落ちた感触は他の方的にどうですか。私めっちゃある、私はめっちゃある。俺は分かんないが正しいかな、うん、なんともか正直、まあ、そうね、まあ原産してね、藤宮が白っぽく見えるんだったら落ちてそうかなって。藤宮トータスの2択は分かんないから、俺目線は、ね、あ、そう、私も藤宮さん比較的も白っぽいかなと思ってるから、藤宮が結構白いと思ってるから、トータスさんが最後の遺言で藤宮代行にあげるんだったら落ちてるかな。じゃあ町も手なんだよな、正直タスク結構。あ、いや町だったら100タスク俺は終わりよ。あ、まあそれでもいいけど、なんならサントスさん釣って街でも絶対終わる。いや、それでも終わる。あ、ごめんごめん、私釣るならもうガミさん釣りしかないよ。だってまた、あ、まあそう、サントスさんの立ち釣れなければガミさん釣りで終わりかな。そうだね、そうだね、釣らないか、釣るんだったらガミさん釣りまで約束してほしい。良さそう。サントスさんまでは行きますか。あ、じゃあ OK。ボタンがね、いや、私釣るならもう絶対次ガミさん釣りまでしてもらわない。私はボタンないので、まあタスクしつつサボを直します。俺もサボの方に行きます。俺タスクが結構メイヤさんだけかな。ボタン、いやで、メイヤあるボタン押したよさっき。あ、さっき押した。あれ押したよね俺。あれ、あ、ボタンも押してる。じゃあアルマか。僕は初手ボタン押してる。ないわ。終わんねえのか。チェックワンツー、チェックワンツー。道連れないね。サントスハイブリ二郎はないんだっけ。え、はい、おい、ジュニアさんです。
サントスさん来るが確定してるので、ガミさんしかない。ないね。サントスさんから俺に白出てるから。そうね。トータスさんじゃなかったしかないです。いや、トータスでなかった場合って、サントスハイブリ2浪になっちゃうから。いや、メイさん、アルメイです、アルメイ。アルメイ2浪はないんですよ、僕目線でね。だからそうサントスハイブリ2浪しかないんだけど、藤宮ガミの疑いが切り合った人だったら、サントスさん来るになっちゃうから、ガミさんになっちゃうから。ガミさん目線、トータスさんで落ちなかったら、多分アルメイ富士の三陣外になるから、もうどっちにしろ負けです。ガミさん。誘ってるんだから人目のない方来てくれ。いや甘えませんよ。コックピットのダウンロード行こうってめっちゃ誘ってたのに。めちゃめちゃフリフリしてたわ。あとねマット切っちゃった。あマットやっぱいないんだ。そうだよね。ハイブリさんが来るになるそうだもんな。マルさん停電直してるから。高田さんです。あらキルレンドして歩ってたら角から出てきた。事故っちゃった。食パン加えてました食パン。そうバーンってぶつかっちゃった。近く近くーって。角から出てきた。女の子やったんや。俺殺した後、俺の死体の上で絶望の棒出した。真っ白になっちゃって。あって感じ。頭が真っ白になって。そう。そのターンの議論一言も喋ってなかった。